PPP 評価を調整した各国の GDP、購買力平価説とは、外国為替レートの決定要因を説明する概念の一つ。為替レートは、自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決定されるという説である。1921年に、スウェーデンの経済学者、グスタフ・カッセルが、外国為替の購買力平価説として発表した。 基準になるのは、米国での商品価格と、US ドルである。理論上は、対 US ドルだけではなく、どの通貨に対しても購買力陛下は、算出可能である。物やサービスの価格は、通貨の購買力を表し、財やサービスの取引が自由に行える市場では、同じ商品の価格は一つに決まる。一物一家が成り立つとき、国内でも、海外でも、同じ商品の価格は、 同じ価格で取引されるので、二国間の為替相場は二国間の同じ商品を同じ価格にするように動き、均衡する。この均衡した為替相場を指して、購買力平下ということもある。購買力平価イコールあたりの円価格で表示した、均衡為替相場イコール日本での価格、日本国外での価格これが厳密に成立するには、全ての財やサービスが自由に貿易されねばならない。 実際には、為替相場が厳密に購買力陛下の状態になっていて、かつ二つの貨幣による経済のインフレーション、デフレーションなどがそのまま為替相場に反映され、購買力陛下の状態が保たれる、ということはないと考えられている。為替相場は購買力の他にも様々な要因によって影響されるためである。ただし、購買力陛下から大きく乖離した状態が、 長期的に続くことは難しいと考えられている。第一勧銀総合研究所は、現実の為替相場と購買力陛下が常に一致しているわけではなく、むしろ乖離する方が普通であると指摘している。購買力陛価説に則っ,って、ドル円について、輸出物価ベースの購買力陛価では1ドルイコール85円程度であるため大した問題ではないという議論があるが、これは、 為替レート実質実行為替レートと同じく貿易面での有利、不利を含意しており、円高を考える際には適切ではないことに留意すべきである。経済学者の高橋洋一は学者などがある時点で計算した購買力陛下や実行為替レートなどの数字を掲げて議論したとしても、企業、財界など輸出が困難になり、国内で企業を維持できないため海外展開をしようと、 考える人たちの意見とは全く違うものであり、意味のない議論であると述べている。為替相場は二国における物価水準の変化率に連動するという考え方、またはそれによって求められる為替相場、正常な自由貿易が行われていた時の為替相場を基準にして、その後の物価上昇率の変化から求められる。現在はこの求め方が主流となっている。 英国の相対的購買力閉価、イコール基準時点の為替相場英国の物価指数、英国国外の物価指数基準時点については、日米共に経常収支が均衡し、政治的圧力もなく自然に為替取引が行われていた1973年が選ばれている。これが厳密に成立するには、すべての財、サービスが同じ割合で変動しなければならない。 多くの研究者によって推計が試みられているが、国際連合の提唱により国際比較プログラムが発表したものが起源となっている。ビッグマックによる購買力閉会イコール日本でのビッグマックの価格、海外でのビッグマックの価格物価感覚の比較の勘弁で実用的方法ではあるが、次のような理由で限界もある。そしてエコノミストによる2019年7月時点の ビッグマック指数を見ると、ビッグマック価格の高い上位10カ国のうち3カ国が間接税が効率である方向であった。また、価格が5米ドル以上の国は高い順にスイスアメリカスウェーデン、カナダの4カ国であった。なお、日本の価格は3.59ドルであり、日本円で390円であった。エコノミストとは異なるサイト。 ファインダーが発表した2019年9月時点のトールラテ指数の場合、アメリカは4.3ベードル、日本は3.79ベードルであった。また、この場合の円については、2019年9月時点のスターバックスのトールラテは380円であるため、ニューヨークの消費税8.875%を考慮して計算すると3 8 9 6 2 2となり、 ビッグマック指数と同様に円高となる。ただし、消費税の有無があるため、単純に比較できないが、ビッグマック指数と比べて、約28円の円安であり、ビッグマック指数とは、結果が大きく異なっている。高橋洋一、高橋教授の経済超入門アスペクト、2011年、156ページ、第一関銀総合研究書編、基本用語から始める。 日本経済日本経済新聞社日経ビジネス人文庫2001年77ページ片岡武氏円高は経済政策の失敗が原因だシナドウスシノドス http コロンスラッシュスラッシュ synodos.jp スラ、e、ッシュエコノミースラッシュ22982012年インタビュー FN ホールディング統計局総務省 国際比較プログラムへの参加。総務省 HP2019 年11月11日閲覧。世界銀行インターナショナルコンパリソンプログラム。2019年11月11日閲覧。マンスリーコンデティブプライスレベルズ。経済協力開発機構。2019年11月11日閲覧。人口密度に起因する土地代の影響等。 インデックス、ザエコノミスト、h t h e Economist.https://www.economist.com/.news/.2019/.07/.10/.th-b-i-g-m-h-e-n-t-e-x2019 年11月11日閲覧スザンナ・ビンステッド。スターバックスインデックス2019。 ファインダー。Com ind t Jim, h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www.finder.com スラッシュ s t a r b u c k s i n t e 2 0 1 9年11月11日閲覧スターバックススターバックスラテ2019年11月11日閲覧財務省 HP 税制我が国の税制の概要を国際比較消費税などに関する資料付加価値税率の 国際比較美考さん。2019年11月11日閲覧。ありがとうございます。